はない。ひょっとしたら奥安は爆弾になってないかもしれないんだよ。クレイジーダイヤモンドで直せるかもしれない。ま、余計なことかもしれんが、この状況で奥安の命を救う方法は一つしかない。君が触って直すことだ。もし爆弾になってしまっていたとしても、奥安にクレイジーダイヤモンドで触れれば君は爆死するけれども、奥安は爆発しない。君が犠牲になれば少なくとも親友の傷は治せるんじゃないかね。触っちゃダメだ。君が選択するまで待つよ。触って親友を治すのか、私に向かってくるのか、君が決めろ。ま、選択するまでいつまでも待つが、触れるわけはないよな、いくら大切な親友でも。触っちゃダメだ。証拠がある。あいつはきっと一発ずつしか爆弾を作動できないんだ。一度爆弾の能力を使ったら、それが爆発し終わらなくては次の爆弾は撃てないんだ。その証拠に何発も撃てばいいのに、一発ずつしか撃ってきてない。奥安さんが爆弾に変わってるから撃てないんだ。何が言いてんだ。逆に言うと、奥安さんを救う方法があるってことさ。それはキラークイーン、スイッチを入れろ。僕が触ればいいんだ。何？ハヤト、てめえ、分かったぜ、クレイジーダイヤモンド。ドラララ、ぶっつんしてるぜ、川尻隼人。おめえのそのぶっ飛んでる根性、マジに小学生かよ、小僧。長介さんの直すって能力を期待してなきゃできないよ。それにあなたは死んじゃダメなんだ。あなたが死んだら僕なんか簡単にやられて、あいつは自由になる。いずれ僕のママも殺される。また町の人が殺される。いや、死ぬよ。その直す能力、私の破壊を一瞬にして戻すまでのパワーとは、最も邪魔な能力ということを改めて認識したよ、キラークイーン。ジョウスケさん、発射してくる。ガードできないよう着弾したとき点火してやる。ただし、着弾点火弾は見えるとかわされる可能性があるんで、見えにくいように小さいのを撃った。奥安を抱え、しかも破片のめり込んだその負傷でかわせるかな。早く逃げて、ジョウスケさん。